皆さんこんにちは。こんにちは、多数の来場ありがとうございます。それからゴールサイドの皆さん、いつも応援ありがとうございます。そして FC 琉球の応援の皆さん、ようこそ一言ドライブへ。さらにこのチームを支えていただいておりますスポンサーの皆様、本当にありがとうございます。この度、カタール富山の代表取締役社長に就任しました森尾と申します。今年このチーム設立10年を迎える節目でございます。そのスローガンは挑戦、心を一つにということで、選手は今までを超える戦いに日々鍛錬して頑張っております。私たちスタッフ並びに監督も含めて、全てが心を一つにし、ファンの皆様、サポーターの皆様、地域の皆様も心一つ、目標は一つしかございません。 J2 復帰に向けて今まで以上に頑張っていきたいと思います。そのためには皆さんの力をお借りしなければなりません。このスタジアムをいっぱいに埋めるように、お友達や最近行っとらんねえっていうような人をいかまいけ一緒にということで誘っていただいて、カタレグッズを身につけて応援していただくことが、選手の血となり肉となり活躍する原動力になります。どうか今まで以上に熱い声援、応援、ご支援のほどよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。代表取締役社長森尾弘樹より挨拶をさせていただきました。